皆様おはようございます。それでは、定刻になりましたので、本日の、えっ、ー、と、情報計測オンラインセミナーを始めたいと思います。本日は、情報計測オンラインセミナーにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。本日の司会を務めさせていただきます、熊本大学理学部の水巻と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、本日第63回目となります、情報計測オンラインセミナー。本日の講師は、公益財団法人、 高度学研究センターの横山雄一先生ですす先先生生のごご歴をご紹介させていただきます横山先生は2018年に東京大学大学院理学研究科物理学専攻で博士学校理学の学位を取得されました学生時代はスプリングエイトの東京大学専用ビームライン BL07LSU において繊維金属化合物の電子状態を研究され博士論文は 井上研究奨励賞を受賞するものとなりました。卒業後、物質材料研究機構でデータサイエンスを活用した研究を開始され、スパースモデリングに基づくコヒーレント解説イメージングの実像回復法、スパース位相回復アルゴリズムを開発されました。これらの業績に対して、高射光学会奨励賞を受賞されておられます。2019年に高輝度光科学研究センター、j a s r i に移り、 当初は情報計測クレストの博士研究員として、2023年1月からは j u s t ィ y のデータ駆動科学グループの研究員として、ベーズ推定を中心としたデータ駆動科学を放射光データ解析に導入し、スプリングエイト全ビームラインベース化計画を牽引されておられます。2024年1月には、ベーズ推定及びスパースモデリング導入によるスプリングエイトのデータ解析高度化と計測効率化の業績が評価され、 ジャスリーの理事長賞を受賞されておられます。本日は、ベース化計画の具体的な成果と、今後のさらなる需要が見込まれる、ベース的階層モデリングについてお話をいただきたいと思います。えご講演のタイトルは、スプリングエイト全ビームラインベース化計画とベース的階層モデリングの展開ということで、よろしくお願いいたします。本日は、このような講演の機会をいただき、水巻先生、長尾先生、 さらに情報計測オンラインセミナーの運営の先生方に深く御礼申し上げます。本日の講演では、私が所属する高輝度光科学研究センター JASRI のデータ駆動科学グループが、東京大学の岡田先生と共同で進めているプロジェクト、スプリングウェイト全ビームラインベーズ化計画について、その全体像と具体的な研究成果を紹介したいと思います。 中でも、ますます今後の需要が見込まれているベース的階層モデリングに重点を置いてお話ししたいと思います。最初、これまでの経歴と研究活動について簡単に紹介させてください。私は今から6年前の2018年に東京大学理学系研究科物理学専攻で理学の博士を取得しました。学生時代は スプリングエイトに当時ありました東京大学の専用ビームライン BL07LSU において実験を専門に行っており 3D や 4F の繊維金属化合物の電子状態の研究を行っておりました具体的には代表的なランタンコバルト酸化物であるランタンコバルト O3 のバルク結晶と薄膜結晶の電子状態をスピンの配列まで含めて 明らかにしたという研究や、ユーロピウム化合物を、に対して、私たちが開発した自分勝の X 線解説、及び X 線吸収分光装置を使って、光有機の過数転移を明らかにしたという研究があります。そして卒業後は、物質材料研究機構、NIMS においてポスドク研究員として、データサイエンスを活用した解析法の開発、 の研究を行いました。具体的には、スパースモデリングによるコヒーレント解説イメージング、CDI の実像回復法の研究を行い、磁気スキルミオンのような孤立した K に対しては L1 生息化を適用した位相回復のアルゴリズム。軸のようなドメイン構造に対しては L2 と TV 生息化を組み合わせて適用したような位相回復のアルゴリズムを開発しました。 そして2019年からは、現在の所属である高機動光科学研究センター JASRI において、情報計測クレストの博士研究員とし、ベーズ推定による解析の高度化と計測の効率化に取り組んでおります。特に昨年の1月からは、新しく 作られたグループ、データ駆動科学グループの研究員となり、スプリング8のビームラインにベーズ推定を水平展開する、スプリング8全ビームラインベーズ化計画を推し進めています。ここまでにベーズ推定という言葉が何回も出てきましたので、ここでベーズ推定とこれを計測に適用したベーズ計測の枠組みについて説明したいと思います。 こちらの図は放射光計測を示した概略図になっています。放射光計測では、ある資料に対して知りたい情報があり、これを求めるために資料に X 線を当て、放射光計測を行って実験データを取得するということを行っています。この知りたい情報シータと実験データ D に対して、両方が 同時に得られる確率、同時確率が分かれば必然的に知りたい情報、シータも分かります。そのためこの同時確率 p タ d を知ることがデータ解析の目標となります。このスライドでは放射光計測がベーズ推定とどう結びつくのかについて説明したいと思います。先ほどのスライドで実験データから 知りたい情報を知るためには、同時確率 PθD が必要と述べました。ただし、この状態においては、θ と D の両方とも確率変数でして問題が難しいです。そのため、片方を固定するということを考えます。θ と D のうち知りたい情報、θ の方を固定して考えたもの。これが皆様もよくご存知の誤サロンになります。 確率の情報定理を用いると、この二つの式は数学的に等価なものとなります。この誤差論においては、知りたい情報、シータというものは、資料を、測定する資料を決めた時点で確定的であり、これを放射光計測によって測定することで実験データの方が統計誤差の影響によって確率的になる。 という考え方です。ただし実際の計測においては、このような分布をかけるほど何回も計測するということはあまり行われず、基本的には同じ条件では1回だけの測定したデータ、これに基づいてデータ解析を行うことがほとんどです。そのため、この実験データの方を確定値、確定的というふうに考え、 因果率を遡る方向に解析を進め、データが与えられた条件における知りたい情報の自己確率分布を求める方法。これがベイズ推定になります。このようにパラメータの方を確率変数と考えることによって様々なメリットがあります。まず知りたい情報、シーターを自己確率分布として取得できるため、 分布の形状や幅から推定の精度を定量的に評価することができます。また知りたい情報、シータと実験データ D を結びつけるモデル、例えばフィッティング関数のモデルなどを複数の候補からデータに基づいて決定することができます。さらに、本日ご紹介する X 線光電子分光と X 線吸収分光のように、 異なる種類の計測、いわゆるマルチモーダル計測の統合的な解析をベイズ推定の枠組みで自動的に行うことができます。このようなベイズ推定のうち、計測科学に重要な3つの要素からなる情報数理科学的体系を東京大学の岡田先生がまとめられたものがベイズ計測です。 そしてこのベイズ計測の中で特に重要な3要素は、ベイズ計測3種の人儀というふうに呼ばれております。それぞれ物理パラメータの確率分布推定、同一データを説明する複数モデルをデータのみから選べるベイズ的モデル選択、同一物質に対する複数の実験データを系統的に統合するベイズ統合です。 従来の最小値情報によるパラメータフィットでは、一番上の物理パラメータの推定を分布としてではなく、ある一点の値、一つの値を推定する点推定として行うことしかできません。ベーズ計測では、これに加えて分布の推定、モデルの選択、ベーズの統合までできるということで、 取り扱えることが質的に異なるという意味において最小値情報を超えています。このベイズ計測を中心にデータ駆動科学をスプリングエイ8のビームラインに導入を進めているのが JASRI データ駆動科学グループになります。このグループは2023年、昨年の1月に 高輝度光科学研究センターの立つ組織、仮の組織として発足しました。目標及びミッションとして掲げていることは、データ駆動科学の導入による計測、解析と計測の技術を Spring8 のビームラインに実装し、計測限界の突破や終了条件設定などによる革新的なユーザーサポートを実現することです。そのために、全ビームライン、ベーズ化計画、 を進めております。この計画のキーパーソンとして、3名の方を挙げさせていただきます。データ駆動科学グループのグループリーダーで、JASRI のセンター長もしておられる坂田先生。データ駆動科学グループのチームリーダーで、熊本大の教授である水巻先生。東京大学の岡田先生。 の3名ですこちらの方々なしにはスプリングエイト全ビームラインベーズ化計画の遂行はなし得ませんでしたこの場をお借りして日頃のご指導に感謝申し上げますこちらが本日の講演の内容となりますまずスプリングエイト全ビームラインベーズ化計画の進展と今後の展望について説明します その後、具体的な研究成果を3つ紹介したいと思います。最後に、まとめと今後の展望。さらに、データ駆動科学グループの必要性について一言コメントしたいと思います。まず、スプリングウェイト全ビームラインベーズ化計画の進展と今後の展望です。こちらのスライドは、昨年3月に、 スプリング8で開催されたシンポジウム第4回データ駆動科学によるデータ解析高度化ベーズ計測より引用したものになっていますこのシンポジウムにおいて JASRI データ駆動科学グループと東京大学岡田先生との共同プロジェクトであるスプリング8全ビームラインベーズ化計画を発表しましたこの計画では放射 情報の科学者と放射光の研究者、この両者のマッチングを通じることや、また放射光ユーザーへの展開を通じ、組織的にスプリングエイトの共用ビームラインで行われている計測に、ベース計測を導入するということを進めています。こちらがスプリングエイトのビームラインマップを示したものです。 赤色のビームラインが JASRI が担当するビームラインで合計26本あります。2024年9月の現時点において全26本のビームラインのうち過半数である14本においてベーズ化が完了した状況です。また今年の1月に私が理事長賞をいただき、ベーズ計測に関心が高まっているという状況ですので この波及効果によって、ベイズ化の加速が期待されています。このスプリングウェイト、全ビームライン、ベイズ化計画によって、通常では経度的な手法がない解析のモデル、反応のモデル、物理現象のモデルなどの選択や、複数の計測データの統合といったものが、 ベーズ計測で系統的に取り扱うことができるようになりました。さらに、このベーズ計測をスプリングイトに導入したことが起爆剤となり、他の国内外の放射光施設からも高い関心をいただいております。このスプリングイト全ビームラインベーズ化計画のインパクトとして、3つまとめさせていただきました。 一つ目は放射光化学関連部門へのベーズ計測の波及です。そして二つ目は三種の人技に代表されるベーズ計測の計測科学としての枠組みの実証が挙げられます。この一と二については後ほど詳しく説明いたします。また三つ目として、計測解析双方向相互作用に基づく計測と解析の学融合パラダイムの創出、 にもつながりました。こちらは東京大学の岡田先生と熊本大学の水巻先生と一緒に考えたパラダイムになっております。ベース計測によって、計測限界の向上と計測時間の短縮が明らかになったため、これを実験計画へのフィードバックにも活用したいと考え、 従来行われているポストプロセスとしてのデータ解析ではなく、計測と解析の双方向相互作用を実現するような新しい枠組みを提案したいと考えています。そしてこの枠組みを今後 Spring8 に導入を進めていきたいと考えています。先ほど 後ほど述べると申し上げました、放射光科学関連系部門へのベーズ計測の波及についてもこちらのスライドで説明します。全ビームラインベーズ化計画によって追従施設が次々と出ているという状況です。はじめは昨年の3月にスプリングエイトでベーズ計測のシンポジウムを行いました。その後、 10月には、今度は、愛知 SR において、ベイズ計測のシンポジウムが行われました。また、今年、まあ、今月になりますが、日本放射光学会の若手研究会において、ベイズ計測が基調講演として取り上げられました。また、台湾の放射光施設を管理運営する NSRRC から招待があり、ベイズ計測の セミナーを行いました。こちらは非常に盛況でして、ベーズ計測の国際展開の第一歩となりました。また、スプリングイトシンポジウムの2024でもベーズ計測の講演があり、来月には佐賀ライトソースでもベーズ計測のシンポジウムが行われる予定です。このように、スプリングイト全ビームラインベーズ化計画によって、 放射光科学関係部門へ大きな波及効果をもたらしています。次に3種の人技に代表されるベーズ計測の計測科学としての枠組みの実証についても詳しく説明します。こちらの図がスプリングトの JASRI が担当する共用ビームライン26本を示しています。このうちすでにベーズ計測を導入した ものを四角で囲んでおります。この14本のビームラインについて、ビームラインの名前とベーズ計測を導入した手法をリストにしたものがこちらです。それぞれ放射光の代表的な計測手法であるザフス、X 線解説、またコンプトン散乱、高 X 線の高電子分光、昇格散乱、 エックス線光電子分光、エックス線吸収分光、エックス線磁気円二色性、メスバウアー分光、被弾性散乱となっています。このように3種の人気に代表されるベーズ計測だけで14本すべてのビームラインを取り扱えることを実証的に証明いたしました。また対応する論文リストはこちらになります。それぞれの研究を担当した データ駆動科学グループのメンバーをアンダーラインで示しています。このうち赤字で示しているもの、これがベース的階層モデリングを用いた論文になっておりまして、今後はこの論文をロールモデルとするベース的階層モデリングが主流になると考えています。広がる階層モデリングの需要について、こちらのスライドで説明します。 先ほどの論文では、自分割 X 線解説 TRXRD に階層モデリングの導入を行いました。従来法では、反応のモデル、自分割 X 線解説を解析する際に、反応のモデルと X 線解説のパターン、それぞれを独立に解析しておりましたが、これを 組み合わせてベース計測に導入することが階層モデリングによって可能になり、それにより反応モデルをデータに基づいて決定することや、そのパラメータをより高い精度で推定することが可能になりました。このような階層的なデータ、階層的な解析の需要というのは他にも多々ありまして、例えば、 高エック線高電子分光においては、角度を変えながら測定した深さ方向の情報と、実際のスペクトル形状、これらを組み合わせて解析したいという需要や、またガス雰囲気化で行う場合は、自分か X 線解説の場合と同様に反応モデルとスペクトル、これらを同時に解析したいという需要。また、アルペスにおいては、バンド分散とスペクトル、これらを同時に解析したいといった需要があります。 このように階層モデリングの需要は今後ますます増えていくものと考えております。そしてこれを導入していくことが今後の展望となります。次にスプリングウェイト全ビームラインベーズ化計画の具体例について紹介します。本日は3つの研究成果を紹介します。 まず、磁気コンプトン産卵の計測終了条件設定です。こちらは、2021年に発表した論文で、ベイズ計測3種の人儀のうちの自己確率推定に対応します。その後、自分が、X 線高電子分光と X 線吸収分光のベイズ統合を紹介します。こちらは、先ほど同様に2021年に発表した論文で、 ベイズ計測3種の人儀のうちのベース統合を取り扱っています。そして3つ目は、自分活 X 線解説のベイズ的階層モデリングで、こちらは2023年に発表した論文で、事後確率の推定とモデル選択の両方を取り扱います。また、複雑な生成モデル、階層モデルへのベイズ計測を適用した事例となっています。 まず、磁気コンプトン産卵の計測終了条件設定を紹介します。この研究は、こちらの論文で発表しており、英文のタイトルを日本語に直すと、磁気コンプトン産卵を対象としたベーズ推定による軌道分解と計測終了条件設定となります。共同研究者はこちらの先生方です。この磁気コンプトン産卵について、 ご存じない方もいらっしゃると思いますので、この手法とその特徴について、こちらのスライドで説明します。この図は、コンプトン散乱を示した概略図になっています。コンプトン散乱では、非常に強いエネルギーの X 線を資料に当て、コンプトン効果によってエネルギーを失った散乱 X 線を計測する。 エネルギー分解して測定する手法です。得られるコンプトンプロファイルは、コンプトンスペクトルはこのようなものになっており、電子の運動量密度分布の情報を得ることができます。そして、このコンプトン散乱の磁気円二色性を取ったものが磁気コンプトン散乱です。特徴としては、 非常にバルク敏感で、なおかつスピン選択的な磁気モーメントの計測を行います。一方、非常に高いエネルギーの X 線を使うため、光が弱く、長時間に及ぶ計測が必要です。スプリングイトの BL08W で実際に測定された鉄粉末の磁気コンプトン散乱のデータを示したものがこちらです。 石コンプトン産卵では、磁場を反転させて差分を取るまでを1サイクルとし、この1サイクル4分の測定を SN が良くなるまで何回も繰り返しているという状況です。そして従来型の指標としては、統計が誤差を目安にしておりますが、それが収束するまでということで、この場合ですと120サイクル以上、9時間近くのものを 測定を行っています。こちらの問題点としては、計測終了を明確に判断できないことになります。これに対して、ベーズ計測では、事後分布によって推定精度を評価することができます。そこで、知りたい情報である、時期モーメントの精度を基準に終了判定を行うということを考えました。具体的には、 実験途中のコンプトン散乱スペクトルに対し、ベーズ推定を適用し、知りたい情報であるスピン磁気モーメントの自己分布を求め、その分布の幅、一例としては標準偏差と、実験者が計測に要求する精度、これらを比較することによって、要求精度を満たしていたら、計測を終了する。 という枠組みを考えました。そのためのベーズ推定による解析法を示したのがこちらです。まずベーズ推定では実験データであるコンプトン散乱スペクトルが生成されるプロセスを数式を用いて表現します。これを生成モデルと呼びます。今回はある運動量におけるコンプトン散乱の強度 JI というものは、モデルとなる関数にノイズが加わって得られると考えられます。今回このモデル関数は、ハートリー・フォック計算に基づくフィッティング関数となります。そしてこのノイズとして、ガウスノイズを仮定して、ベーズの定理を適用すると、自己確率分布はこのように表せます。ここで N はデータの点数。 b はノイズ分散の逆数、e は平均事情誤差で、pθ はパラメータの事前分布です。ただし、この式を解析的に解くことはできないため、交換モンテカール法によってサンプリングを行って事後分布の推定をします。その結果得られたスピン磁気モーメントの事後確率分布がこちらになります。横軸がスピン磁気モーメントの値、単位は μb。 縦軸が確率密度です。そしてこのような分布の平均値プラスマイナス1標準偏差をもとに推定精度とサイクル数の関係を示したものがこちらの図です。横軸がサイクル数、縦軸が磁気モーメントの値です。一般的にスピン磁気モーメントの測定に 要求される精度というのは、プラスマイナス 0.01μb となります。そしてそれをこの図で示すと、この点線の間の領域となります。これを照らし合わせますと、ベーズ推定の結果は、6サイクルの時点で十分満たしており、このことから、6サイクルで計測終了しても良いということが、ベーズ推定によって明らかになりました。一方、従来法では、 120サイクルを超えるような測定が行われているため、計測時間を20分の1に短縮可能ということを、これは意味しております。これは、ビームタイムの大幅な有効活用につながるため、実際に磁気コンプトン散乱計測が行われている Spring8 の BL08W へ実装を行いました。 この実装内容につきまして、ベーズ推定の自動解析システムの概略図を示したものがこちらの図になります。Spring 8の BL08W にあるコンプトン散乱装置で測定された直後の計測データに対し、ベーズ推定を適用し、知りたい情報であるスピン時期モーメントの事後確率分布を求めます。 その際、サンプリング用のパラメータ調整を通常は手動でやっていたのですが、Spring8 サービスの吉村さんと JASRI の松本さんにご協力いただき、これを自動で調整できるようなシステムを構築しました。そして得られた事後確率から平均値と標準偏差を用いて終了条件の判定を行い、満たしていなかったら測定を継続し、要求精度を満たした時点で、 終了するというシステムです。なお、コンプトン散乱の1サイクルあたりの測定時間は4分であり、ベイズ計測の解析の時間はそれ以下ですので、計測と同時並行で解析を行って、要求精度を満たしたら計測を終了するという自動システム化を行いました。 この自動解析の現状を示したものがこちらです。すでに PL08W のビームラインにある測定用パソコンにベイズ推定のアプリケーションは実装済みでしてパソコンのコマンドプロンプトを立ち上げてこのようにバッチファイルを一つ実行するだけで自動解析が進行しこのようなグラフィカルユーザーインターフェースで 結果をリアルタイムにモニターできる状況になっています。次に、x 線光電子分光と x 線吸収分光のベース統合について紹介します。こちらは、この論文で発表したものでして、タイトルを日本語に直すと、x 線光電子及び吸収分光のスペクトルを対象とした ハミルトニアンやパラメータのベース統合となります。共同研究者はこちらの先生方です。研究のモチベーションを説明するため、最初に X 線高電子分光 XPS と X 線吸収分光 XAS の従来型の解析法について説明します。従来型の解析法では、 XPS や XS の実験によって得られた計測スペクトルと、ハミルトニアンに基づく理論計算によって計算された理論スペクトル。この両者に対し、理論計算の方のパラメータシータを手動で調整しながら比較し、計測スペクトルを再現可能な値を採用するということが行われています。例えばこちらの図のように、 パラメータの一つである点 d q の値を変化させながら計算を行い、これを一番上の実験データと比較することによって、最も実験データをよく再現していると思うように見えるパラメータの値、この場合だと2.0エレクトンボルト、これを採用するということが行われています。このような従来法の最大の問題点としては、XPS、 と、XAS といった複数の計測を同時に解析する場合、適切なパラメータを選ぶことは一段と難しくなるわけですが、客観的な統合の手法が存在しないということです。そのため、現状は人間の判断によって主観的な統合になってしまっているという状況です。これに対して、ベイズ推定では、 このような枠組みでベイズ計測に基づきパラメータの自己確率分布の推定を行うことができます。今回のようなスペクトル計、XPS や XS のスペクトル計算は非常に複雑な関数で自己確率を解析的に計算することはできないわけですが、こういった複雑な関数においても 交換モンテカル法を適用することによって、事後確率を推定することができます。さらに、XPS と XAS にベーズ統合を適用することで、XPS スペクトルと XAS スペクトルの系統的な同時解析が可能となります。今回の研究では、ベーズ推定およびベーズ統合の効果を 実証するため、ニッケル O を想定した人工データを準備しました。その計算に用いたハミルトニアンはこのようなものになっています。パラメータとしては、電解度エネルギーデルタと、酸素との混成 V、さらに UDD、UDC、10DQ の5つです。これに加えて、寿命幅をローレンツ関数、 分解能の広がりをガウス関数とし、それぞれ文献などを参考にこのようなパラメータの値を設定しました。そして計算したクラスターモデル計算のスペクトルに正規分布のノイズ、ガウスノイズを加えてこのような人工データを作成しました。そしてこの XPS と XS のスペクトルを のベース統合を行いました。ベース統合によって求めたいのは、XPS のデータと XS のデータ、両方与えられたとき、これが両方取得された状況における統合パラメータの事後確率となります。そしてこれは、XPS の測定と XS の測定自体はそれぞれ独立のため、このように、 書きき換えることができますすると、こちらは、このように、一つのエクスポネンシャル関数と事前分布の積で表すことができます。ここでポイントは、データ統合の誤差関数というのは、XPS と XS の誤差関数の和で表現できるということです。ただし、単純な和ではなく、計測ごとの 重み付けをした和となっております。その重み付けの要素としてはデータの点数とノイズ分散になっており、このノイズ分散はベイズ計測によってデータから決定することができるため、XPS と XS の重みはデータのみから自動決定可能です。さらに、ベイズ自由エネルギーを計算し、その差を見ることによってデータを統合して良いかどうか、 についても自動で決定することができます。別ース統合を実際に適用した結果がこちらになっています。この図は、電解度エネルギーデルタの事後分布を示しています。横軸がデルタの値、縦軸が確率密度です。上の段が統合前の XPS 単体と XS 単体の事後分布になっています。 赤の方が XPS。水色の方が XAS です。こちらを見ていただくと、XPS の方が分布の幅が狭くなっております。電解度エネルギーについては、一般、これまでの知見から、光電子分光の方で、より敏感に測定できるということが分かっているため、この結果はリーズナブルです。そしてこの XPS と XAS、 に対してベーズ統合を適用した結果が下の緑色のヒストグラムになります。明らかに分布の幅が狭くなっていることがわかります。これはベーズ統合によって推定精度が向上したことを示しており、XPS 単体からは2倍の向上、XS の単体からは6倍の向上が確認できました。 これは XPS と XAS が持っている相互的な活用、双方的な情報の活用に成功したためと考えています。また将来的には Spring8 の複数のビームラインをまたぐようなデータ統合へも展開していきたいと考えています。次に自分活 X 線解説のベージ的階層モデリングです。 この研究はこちらの論文で発表しており、タイトルを日本語に直すと、自分活 X 線解説で観測された吸着過程を解析するためのベーズ推定フレームワークの開発となります。共同研究者はこちらの先生方です。最初に研究のモチベーションを説明するため、自分活 X 線解説の従来型のデータ解析について示します。 こちらが自分活 X 線解説のデータの一例となっており多項性肺高分子 CPL1 の酸素ガス吸着過程を観測したものです横軸が解説角にシータ縦軸が時刻で色の違いが解説強度に対応しています従来法ではこのようなデータが与えられたときまず解析する反射の ま、ここでは031反射としますが、これを選び、各時刻の解説パターンを最小値情報でピークフィットし、ピーク強度の時間変化を求めます。そして次の段階として、このピーク強度の時間変化を反応速度論の式でフィッティングし、反応パラメータの情報を推定するということが行われています。ただし、現状の この方法ではいくつかの課題があります。まず、反応の開始時刻 t0 についてですが、従来法では SN が悪い自分数データからこの t0 を決めることが困難なため、ゲートを開けてガスを導入した時刻、これを t0 というふうに見なして推定を行っています。そのためこの t0 をデータから推定したいという要望があります。 また、反応速度論の式でフィッティングすると述べましたが、この式は解析前に事前、解析者が決定する必要があります。そのため、複数の候補がある場合、そのうちのどれを使ったら良いのかというのを決めることが難しいです。そのため、反応のモデルについても複数の候補の中からデータに基づいて決めたいという要望があります。また、 ここではピーク強度の時間変化を解析しておりますが、実際ピークフィットによって得られるパラメータというのは強度だけではなく中心の位置や幅なども含んでいます。そのため全てのパラメータに対して時間変化を同時に解析したいといった要望もあります。さらに最小値情報は点推定となってしまいますので推定精度まで含めてより正確に知りたいという要望もあります。 このような多段階に及ぶ従来型の解析の枠組みとその課題点についてこちらのスライドで考えてみたいと思います。ここでは自分割 X 線解説を想定して説明いたします。自分割 X 線解説では異なる時刻 T1 から Tn までの解説パターンを取得することができます。 そしてこのようなデータが与えられたとき、従来法では、まず最初のステップとして、ある時刻に注目し、この解説パターンを最小時情報でピークフィットし、ピークのパラメータを推定します。そして、これを他の時刻にも同様に行っていきます。次に、ステップ2として、 パラメーターの時間発展を説明するような物理現象のモデルを考え、そのモデル式に基づいて、例えばピーク面積の時間発展を反応速度論の式でフィッティングし、速度定数などの推定を最小値情報で行うということが行われています。ただし、このような段階的な最小値情報の適用には限界があります。 まず、ステップ1とステップ2で使える情報が非常に限定的です。例えば、ステップ1では、ある時刻の解説パターンを解析するわけですが、SN が悪い、ある時刻だけの情報では、データでは情報を抽出することが困難です。また、最小時情報の結果は初期値に依存しますし、 得られたものが局所解でないという保証も得られません。また最小情報の結果は点推定のため、ある一点、推定された一点の周りの分布がどうなっているのかということを知ることもできません。また物理現象のモデルや計測のモデルといったもの、これを解析者が事前に決定する必要があります。そのため人依存の解析になってしまうという限界があります。 さらに、この従来型の解析を多段階ベーズ推定に置き換えるということも次に考えてみます。この方法では、最初のステップにおいては、各時刻の解説パターンにベーズ推定を適用し、ピークパラメータの自己分布を求めます。そして次に、ステップ2として、 パラメータの時間発展を物理現象のモデルでベイズ推定し、物理現象のパラメータファイを求めるというものです。これは先ほど最小事情法で行っていた部分をベイズ推定で置き換えたものになっています。ただし、この方法ですが、従来法の課題点はいくつか克服できるんですけれど、ファイの推定は あまり良くないということは分かっています。こちらについては最後にご紹介したいと思います。これに対し、ベース的な階層モデリングでは、物理現象から計測データが与えられ,得られるまでの階層的な構造を反映させた同時分布を考え、これにベースの定理を適用することによって、 自分活データ全体に基づく物理現象のパラメータ、ファイの自己分布推定や、また物理現象と計測のモデル、両方に対するモデル選択が可能となります。これはデータから物理現象をシームレスに推定できることを意味し、データが持っている情報を余すことなく活用し、 高い精度での推定を行うことができます。このベース的階層モデリングの利点を言葉でまとめたのがこちらのスライドです。まず、事後分布によるパラメータ推定では、計測データ全体に共通する物理現象のパラメータをデータからシームレスに推定できるようになります。これによって、データ全体の情報を余すことなく活用できます。 また、多段階に及ぶような複雑な解析では、研究者の能力に依存する要素が大きくなりますが、ベージ的階層モデリングでは、解析者に依存せず、一貫して透明性の高い解析を実現させることができます。また、モデル選択においては、各時刻における計測データとパラメータを結ぶモデルだけでなく、自分割のデータ、データ全体に共通した物理現象のモデルまで含めて、 データのみから決定できます。このベース的階層モデリングを実際のデータに適用する際にどのように行っていくのかについて、このようなベース計測のフレームワークに基づいて説明していきたいと思います。こちらのフレームワークはデータの生成モデル、ベースの定理、 交換モンテカルロ法という3つの要素で構成されます。それぞれ順を追って説明していきます。まずデータの生成モデルです。ベーズ推定では、最初にデータが、計測データが生成されるまでのプロセスを数式を用いて表現します。これを生成モデルと呼びます。自分活 X 線解説の場合、データは 角度 x と時刻 t と解説強度 i からなる三次元的なものです。ある時刻、ある角度と時刻における解説パターンの強度 iij というものは、モデルとなる関数にノイズが加わって得られると考えられます。ここで正規分布のノイズを仮定しますと、すべてのパラメータが与えられたときの 解説の強度というものは、ある角度及びある時刻における、おいて、iij が得られる確率。これをすべての角度と時刻に対して掛け合わせたもので表せます。それは一つのエクスポネンシャル関数にまとめることができ、この、ここで e というのが、こちらの式のように定義され、事情誤差とノイズの大きさを評価する関数になっています。 ここで、階層モデリングでは、このモデル関数を、階層構造を反映させて設定することが非常に重要となります。これをどのように行うのかについて実際のデータを用いて説明します。今回測定した資料とは、多項性配高分子 CPL1 でアルゴンガスが吸着する過程を 観測しましまたこの資料において、吸着前後の結晶構造はこのようになっており、機体が吸着することで結晶構造そのものは変わらないのですが、B 軸と C 軸、この図でいう面内方向の格子定数が伸びることが報告されています。そこで、この吸着の反応中の結晶構造の変化を実時間で観測するため、 自分勝つの X 線解説を Spring8 の BL02B2 で行いました。こちらが B 軸と C 軸の両方に関係する031反射強度のカラーマップを示したものです。横軸が2、C、板縦軸が地獄、そして色の変化が解説強度の違いに対応しています。そして、この定格側の 明るいピーク。これが吸着後のもの。広角側のものが吸着前に対応しています。このようなデータが与えられたとき、これを解析するために、まずピークのモデル。先ほどまでの言葉で言うと、計測のモデルとしては、ガウス関数2本からなるものを考えました。ここでパラメータの取り方としては、ピークの面積と、 位置と幅、FWHM を設定しました。こうするとガウス関数の式としてはこのように書けます。ここでポイントとなるのは、それぞれのパラメータを時間の関数とすることによって、階層的な構造である時間発展のモデルを導入できるようにしている点です。その時間発展モデル、先ほどまでの言葉で言うと物理現象のモデルとしてはこのようなものを考えました。 まず面積の時間発展としては、反応速度論でよく使われている KJMA 式、通称油身の式を用いました。これは従来法で使われているモデルと同じで、今回ベーズ的階層モデリングの結果を従来法と比較したいため、このモデルについては揃えました。また位置の時間発展については線形であるとしました。 一方、幅の時間発展については、一定であるというモデルと、エクスポネンシャル関数によって、反応中のみ幅がブロードになる効果、これを導入したモデルの2つを考えました。このモデル1とモデル2を、表にまとめたものがこちらです。モデル1とモデル2で、ピーク面積とピーク位置は同じですが、ピーク幅のモデルが異なっております。 次にベイズの定理と周辺化です。知りたい情報であるパラメータとノイズの自己確率分布はベイズの定理を適用することによってこのように書けます。そして分子について展開をすると先ほど生成モデルで考えた誘度と計測前に分かっている事前情報に対応する事前分布の積で 表せます。また、分母にある ZM は確率の規格化定数で周辺誘導とも呼ばれ、今回はこのように定義されます。また、この式は、この事後分布は今、モデル M が与えられた条件で考えておりますが、実際のデータにおいては、このモデルは複数の候補があって、解析前にはわからないことが多いです。 そこでモデル選択の確率についても考える必要があります。このモデル選択の確率は PMD というふうに表すことができ、これについてもベーズの定理を適用し、さらに確率の周辺化によって M と D 以外のパラメータを消去することと、このような式で表せます。ここで F としているのがベーズの自由エネルギーで、 先ほどの周辺誘導のマイナスログで表せます。こちらの式を見ていただくと F の代償を比較することによってモデルを選べることがわかると思います。ただし、これらの式は解析的に解くことができません。そこで交換モンテカロ法が必要となります。交換モンテカロ法についても説明します。交換モンテカロ法では温度の逆数である 逆温度を自己分布に導入します。自己分布、え、逆温度を導入した、この βE を模式的に示したものがこちらの図です。逆温度が小さくなるほど、つまり温度が高くなるほど、曲線が徐々に生まっていき、最終的には平坦になる様子が見て取れます。 このようにすることで、各温度でのサンプリングと、隣接する温度間での交換プロセスを通じ、局所界からの脱出と、効率的な大気間への到達が可能となります。簡単なデモを示します。今、それぞれ黒丸の位置にいるとします。まず、各温度ごとに、新しいサンプルの候補を考えます。そして、 それを今青丸で示しています。この青丸を採択するかどうかは確率的に行うわけですが、今すべて採択されるものとすると黒丸が青丸の位置に移ります。次に隣接する温度間で交換を行います。この交換も確率的に行うわけですが、今どちらも起こるものとしますと、このようにサンプルが入れ替わります。 またえ、さらに各温度でのサンプリングを行います。そしてまた交換プロセスになるわけですが、今度はペアを変えて真ん中の2つでの交換を行います。その後、各温度でのサンプリングを行い、また最初のペアに戻って交換のプロセスを行うと。こういったことを通じて効率的な待機化へ到達できる方法になります。そして、最低温度。 β イコール1のサンプリング結果から、自己確率分布を推定できます。一方、他の温度のサンプリング結果も無駄になるということはなく、詳細は割愛いたしますが、これらをすべて使うことによって、ベースの自由エネルギーを計算することができます。これによって、得られた結果を紹介していきます。 この図は実験データとベーズ推定結果の比較を示しています。一番左が実験データ。真ん中がモデル1、右側がモデル2の推定結果になっています。こちらの図を見ていただくと、モデル1とモデル2の両方とも、定性的には実験結果をよく再現しています。そこで、モデル選択確率を計算することによって、より定量的な比較を行いました。 その結果がこちらです。この図はベースの自由エネルギーとモデル選択確率を示しています。横軸が各モデル。そして赤色の点がベースの自由エネルギーを示し、左側の軸に対応しますあ。さらに青色のバーは確率を示し、右側の軸に対応しています。こちらの図から、モデル1とモデル2では、ベースの自由エネルギーに300近い差があり、 確率に直すと、ほぼ100%の確率でモデル2が選択することがわかります。このことは、反応中にピークがブロードになることを人間の判断なしにデータだけから自動で判断できたことを意味しています。次に反応パラメータの推定結果についても示します。こちらは先ほどのモデル選択で決まったモデル2の結果です。左から反応開始時刻、 速度定数、反応の次元性の自己分布を示しています。反応開始時刻についてまず見ますと、確率の最大値とプラスマイナス1標準偏差から t0 の値を推定すると、7.4461プラスマイナス0.0287というふうに推定できます。従来法では、時間方向のデータ間隔で t0 を決めているため、 要求精度の目安としては0.333秒となり、これと比較して1桁以上高い精度での推定が実現しました。また速度定数のカッパーや反応の次元性 N に対しても、このように推定が行う、推定することができ、実験者が通常要求する精度である0.1と比べて非常に高い精度での推定が行えました。また従来法による解析結果との比較も、 反応率の時間変化を用いて示します。この図は横軸が時刻、縦軸が反応率で、青色の線がベーズ推定の結果、赤色が従来法の結果です。こちら比較していただくと明らかに振る舞いが異なっていることがわかります。特にゲートを開けてガスを導入した時刻と、ベーズ計測によって求まった反応の開始時刻との間の振る舞いが異なっています。 従来法では、この t ゲートを反応開始というふうに見なす必要があるわけですが、ベーズ推定では、ガス導入から反応開始までの、必然的に存在するはずのタイムラグを検出し、その上でデータに基づいて反応開始を決定する必要、ことができます。今回の結果から、データに基づく t0 の推定が、 ダイナミクスの正確な理解に重要であることが分かりました。ここまで階層モデリングと従来法の比較を行いましたが、多段階のベーズ推定との比較もこちらで示します。まず計算コストの比較です。階層モデリングにおいては今回の自分活 X 線解説のデータを解析するのに1800秒の時間がかかりました。 一方、多段階のベーズ推定では、1段階目のステップ1だけで1万秒もの時間がかかり、この時点で5倍以上階層モデリングの方が高速な結果です。また、これとは別に階層モデリングえ、実際にはハイパーパラメーター、この交換モンテカル法の,の効率を良くするためのこの調整も必要となり、そのハイパーパラメーターの数にも20倍以上の開きがあるため、 この差は一段と広がるものと考えられます。さらに、ステップ2以降のベイズ推定も多段階のベイズ推定では必要ということで、計算コストの観点からは階層モデリングの方が圧倒的に優位となります。次に、推定精度の比較についても示します。多段階のベイズ推定では、このような自分割データの各時刻、 のスペクトル一つ一つをベーズ推定するというのを1段階目で行い、その後2段階目で反応のパラメータを推定します。一方で、ベーズ的な階層モデリングでは、すべての時刻のデータを使って直接的に反応の開始を推定します。これによって得られた反応のパラメータを比較したものがこちらです。左から反応の開始、反応の速度、次元性を示しています。 そして青色の事後分布が階層モデリングのものに対応しており、真の値を適切に推定できていることがわかります。一方、多段階のベース推定の結果は黒色の事後分布に対応しており、真の値からずれてしまっていることがわかります。このように、自分かつ X 線解説のような階層的なデータ、構造を持ったデータを解析するには、 その階層構造を反映させたモデリングを行う必要があって、多段階の解析ではなく、ベース的階層モデリングが不可欠であるということがわかりました。まとめと今後の展望です。講演者はベース計測3種の人気に基づき、スプリングイト全ビームラインベース化計画を牽引しました。そして広がる階層モデリングの需要に従い、 ベイジュ的階層モデリングを計測科学へ導入しました。その結果、計測データから物理現象までシームレスな解析を行うことができるベイジュ的階層モデリングが自分活 X 線解説のような階層構造を持つデータの解析に不可欠であることを示しました。今後の展望としては、実験の専門家と共同でモデル構築を高度化することや、Spring8 の BL02B2 や、 BL13XU という自分勝 X 線解説などのビームラインへ実装していくということ、また他の計測手法への展開を考えています。また、JASRI、データ駆動科学グループの今後のあり方について、スプリングエイトシンポジウム2024で岡田先生のご講演において、このスライドのようなご意見をいただきました。ので、ここでご紹介いたします。計測と、 解析の双方向相互作用。これはポストプロセスとしての解析ではなく、実験計画の策定も可能にするような双方向の相互作用になりますが、この枠組みを Spring8 に普及促進し、ユーザーにも普及を進めていくことが重要であるとご意見をいただきました。また、そのための組織は JASRI 内部にあるデータ駆動科学グループが的確であり、 すぐに開始しないと国際的な競争に遅れを取ってしまうといったご意見もいただきました。私もこちらのお考えには合意しておりまして、本セミナーシリーズのキーワードにもなっている情報計測は放射光関連領域ではまだ発展途上と考えておりますので、今後重点的に導入していく必要があると考えています。最後に社事です。 本日ご紹介した研究は、これらの、ここに挙げさせていただいた先生方と、との共同研究として行わせていただきました。この場をお借りして感謝申し上げます。講演は以上です。ご清聴いただきありがとうございました。本日はありがとうございました。また、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、この、あの、2024年度の前期、 の情報ケースコンラインセあの今回、えっと、最終回となりますけれども、えっと、今後もあの2024年の後期に関しては、えっと、今あの、えっと、予定しているところですが、えっと、まだ詳細な日程決まっておりませんのでえ、決まり次第またご連絡させていただきたいと思っております。えっと、それでは,、えっと本日はえっと、本日の情報ケースコンラインセミナーはこれにてお開きとさせていただきます、えっと。本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。 ありがとうございました。